サイドバイサイドに RR の筐体、サイドバイサイドにエボルツヨーネは、対等から1997年にリリースされたアーケードゲーム、サイドバイサイドの第2作目にあたる。後にバージョンアップ版のサイドバイサイドにエボルツヨーネ RR も登場した。ステアリング、ブレーキアクセルペダル、ビューチェンジスタートボタン、シフトレバーで操作する。制限時間内に、 ゴールしないとゲームオーバーになる。風月で RX-7 タイパースとスカイライン GT、R、スプリンタートレの GTV とサバンナ RX-7 がそれぞれ競争する2つのオープニングがあり、どれも頭文字 D の影響を受けた点が見られる。また、1位やタイムアタックで完走するとおまけ映像としてプレイヤーの車が低上演をする映像が見られる。 本作の BGM はドクター・ハギーこと高萩秀樹によるものでコースごとに固定されていたコース BGM は車選択時に変更可能となった。これらのコース BGM は全て後に同士が作曲を行ったバトルギアシリーズの第2作目バトルギア2でアレンジ版が収録され以降の作品でもそのアレンジ版が選択可能となっている。 いずれのコースもコース選択時にビューチェンジボタンを押すとライバル車を排除しタイムアタックに特化した真剣勝負モードに切り替えができ RR ではシフトノブを倒すと逆走が可能コースに登場するスタートチェックゴールのフラッグは PS 版とは違って光沢があるほぼ円形のオーバル風コースだが途中切り替えしカーブと R の異なる複合カーブがあるモデルは 春名湖、トップを走る車はレガシー。デフォルト BGM はテーマオブスプリング、薄い峠をモデルとした夕方のワインディングコース。コース中盤にはメガネ橋も出てくる。スタート地点には薄いや釜飯の看板や新越本線のキハ35、ケイカキハ40系のようなオレンジ色の電車が停車している。このコースは頭文字 D の影響を受けており、 インパクトブルーのシルエーティに似た 180SX がトップを走っている。デフォルト BGM はソーイング、夜の峠を走るコース。スタート地点には屋台があり、コース中盤には花火が打ち上げられる。低速コーナーと高速コーナーを繰り返す。このコースも頭文字 D の影響を受けており、トップを走る車はスカイライン GT-R である。デフォルト BGM はミッドナイト。 PS 版ではコース名が誤って頂上級の神名月となっており花火が打ち上げられる演出が削除されている秋の紅葉の道をくぐり抜けていくコーススタート地点には観光バスが止まっており序盤には神社や鹿がいる道幅が全体的に狭く第二セクションはすべて比べる路面で紅葉区間を抜けると一台しか通れない小さな橋がありその先に 直角左コーナーがあり、その後は工事区間のグラベルを走る。ここからコースはもちろん敵車両のレベルも飛躍的に上昇し、ミスを繰り返すと1位になるのも乾燥するのも非常に困難となる。トップを走る車はインプレッサ上級同様 PS 版ではコース名が誤って上級の不月となっている。デフォルト BGM はレッドリーブス。 隠しコースでシリーズ初の一本道コース、コイン投入時にビューチェンジボタンを押したままゲームスタートすると選択できる。コース選択場面ではスタート地点のみしか表示されずゲーム中でもコースマップは表示されない。モデルは頭文字 D などに登場する春名山。山の頂上からスタートして下の伊カ保温泉とその温泉街までの峠散々パノラマ街道を走る。 登場するライバル車はすべて、頭文字 D に登場する車両で構成され、トップから AE86 トレーの FC3S、FD3S、CN9A、BNR32、RPS13、EG6、AE86 レビンとなっており、CN9A 以外の車は、ホイールのグラフィックが頭文字 D のそれに近いホイールに変更されている。 加速性をはじめとしたマシン性能にも大きな補正がなされている。ライバル者のレベルも非常に高く1位になるのは困難だが、このコースで1位を獲得するとエンディングが流れる。デフォルト BGM はミッドナイト。このコースは後継作のバトルギアシリーズ全作品に土級コースとして登場し続けた。アーケード版と PS 版ではホイール当社のグラフィックが異なっているものもある。 ボディカラーは固定されている。隠し車種は車選択画面でシフトノブを下に倒すと AE86 トレノとインプレッサに変わって出現する。RR では AT のシフトポイント変更や加速性能等のバランス調整が行われた。前作ではボディカラーとホイール以外はメーカー純正仕様を再現したものだったが、今作からは純正ではない派手なエア,アロパーツやホイールが 装着された車もあり、カラーも頭文字 D をモチーフにしたものに変更された車も存在する。トヨタ自動車、日産自動車、松田ホンダスバル三菱自動車1997年12月4日発売、サイドバイサイドとサイドバイサイドにのカップリング移植となっている。特定の条件を満たすと、新しいコースと車が追加される、ネジコン対応 PS 版オープニングも 頭文字 D の影響を受けており、ランサー g SR エボリューション4と RX-7 タイパースの抜かし合いが描かれている。特定のコースで優勝すると登場する、1本道のコース。コース選択時の画像は、意のコくで、コースマップも表示されないが、コースごとに、時間や適車両のレベルが、大幅に異なる。ワンパターンの S 字と、中高速区間が多く、コース時間も昼のため、 道もわかりやすく、コース自体は簡単であるが、適車両のレベルは高め。モデルは赤城山の奥と根ゆけむり街道、小野湖駐車場から高野洲駐車場までを走る。トップを走る車は、サバンナ RX-7。デフォルト BGM は、ソーイング。前半は超低速中速区間が入り混じっており、最後の区間は5連続のヘアピンによって構成されている。こちらは、 コースもライバル車のレベルもかなり高い。モデルは赤木んの群馬県道4号前橋赤木線。赤木山総合観光案内所付近から姫百合駐車場までを走る。ここもイノ国同様に頭文字 D に登場する車両で構成されており、トップを走る車は RX-7 タイパースである。デフォルト BGM はミッドナイト、イノ国と同じく、 このコースも後継作であるバトルギアシリーズのバトルギア2から上級コースとして再登場しバトルギア3以降はドキュービーコースとして登場し続けたモデルは不明高速コーナーを中心に全体的にスラロームした区間が多いコースであるアベレージスピードの高くなるコースであり制限時間はゲーム中で一番短いアベレージスピードが上がるので 些細なワンミスで全てを台無しにさせてしまうこともある。難易度は異常に高く、敵車両のレベルも非常に高い。トップを走る車は、スカイライン GT-R。ライバルがゴールする際は、そのまま直進せずに、そのままスピンして隣接する、駐車場に止まるというギミックがある。デフォルト BGM は、ミッドナイト。全3種の各し車種はいずれも対等の営業者を模しており。 上記の隠しコースで優勝すると選択可能となる。ありがとうございます。